僕がボールルームっていうものを主催したりとか、自分がコンペティターとして、参加者として出場する時に思っているのは、普段日常では表現できない自分を表現したいと。生き様だったりとか、性格、ライフスタイルとかを表現したものに近いかな。で、普段のことって結構、おとなしい人間だけど、ボールに出た時だけ、なんかちょっとその時にあったキャラクターになることができる。だから僕はそこが楽しくて、やってます。ボールっていうのです。で、僕自身は今、そう、大阪では、その、道山っていう地域が、すごい LGBT には、信仰の深いエリアだよ。そこでちょっと今、コレクションを作ったりして、こういうダンスがあるんだよっていうふうに、なんかいろいろ教えてはいます。僕が考えるときは、日本人のそのゲイカルチャーっていうのは、どちらかというと、複数。なので、日本人は結構知らず知らずのうちに、そういう差別的なこと、発言とかしてしまう節があるんじゃないかなと思います。例えば、家族間とかだったら、お前はいつ結婚するんだ？本人は良かれと思って言ってることがちょっと傷ついてしまうっていうことが日本は多いんじゃないかな。だからやっぱ仲間内だけで固まったりする傾向。どちらかというとノー、僕はノーボーダーを目指したい。いろんな人が楽しめる空間を作れたらいいかな。僕はもっと日本人にそのニューヨークの LGBT のコミュニティのようにこういう表現の仕方があるんだよとか、もっとダンスだけじゃなくてこういうカルチャーを見てほしいっていう感じでボールをオーガナイズしたりしています。